こんにちは、 OPG のエースジェリー K です。ジェリー K の YouTube KTube、 今日も車からの配信となります。例によって雨なわけですけど、今日お休みだったので髪を結構バッサリまで切ってきました。 Twitter でまたリクエストがあって、チェーンレスリングについて語ってほしいというリクエストが来たんで、今回はチェーンレスリングについて話したいと思います。そもそもチェーンレスリングって何っていうところから話したいと思います。チェーンレスリングっていうのは、プロレスにおける基本的な攻防のことであって、例えば皆さんがよく見るロックアップ、最初にまずゴングが鳴って組み合いますよね、選手と選手が。仮に A と B とすると、 A がまず B の手首を取ります。こうね、手首を取ります。そして B が腕を取り返して、また同じように B が A の手首をひねります。そしてそのまま肘を曲げてバックに回ります。 A はどうにか体をよじらせて抜け出して、同じように B のバックを取ります。そして今度はヘッドロックに移行する。ヘッドロックから組み投げをして袈裟固め、これ結構専門的なというか、プロレス技の名前を出してるんで、分からない人はチェーンレスリングで普通に動画を見てもらえば分かると思うんですけど、それで、投げられた B が、袈裟固めの状態で足をかけて A の袈裟固めから逃げるという、だいたいここで離れてリセットみたいな感じなんですけど、このまま、立ち上がってヘッドロックをしている A の腕を取って再びリストを取るとか、今度足を引っ掛けてテイクダウンを奪うとか、そこからまたヘッドロック、もしくはリストロック、または足を取ったりとかしながら、こう要はこうチェーン、鎖のようにつながっていく攻防、これをしたらこれをする、これをされたらこれをする、これをされたらこれをするっていう風にガチャン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 とつながっていく形、それがまるでチェーンのような、鎖のようにつながっていくことからチェーンレスリングという名前が付けられました。これを今やる選手っていうのはいるにはいるんですけど、昔はよく、見てましたね。西村治選手だったり、小川義成選手だったり、もっと遡ればいっぱいいるんでしょうけど、僕の中でのイメージはそういった選手、技巧派、まさに技巧派、いぶし銀な選手がやる攻防みたいなところはありました。僕はこのチェーンレスリングすごい好きで、教えてくれる人なんていないんで、社会人プロレスはそれこそ選手が各自で研究をして、自分のスタイルに合った技を研究して練習してものにしていくっていうのが、通常のね、練習の仕方というか、技の覚え方というか、社会人プロレスとしての練習なんですけど、僕はそういったチェーンレスリングの動きなんかもすごい参考にしていて、その参考にしていた中で一番僕の憧れのチェーンレスリングをしている人が、今アメリカで、プロレスをしているアレックス・シェリー選手が、僕のすごい憧れの選手です。僕の名前からね、見て分かる通り、ジェリー K、 ジェリー K っていうのはそもそもクリス・ジェリコから取った名前なんですけど、そのもう一人憧れの選手だったアレックス・シェリー そのシェリーもなんとなく名前に入ってるっていうのが、ちょっとこう運命めいたものを感じるなっていうのを勝手に思ってるわけなんですけど、そのアレックス・シェリーはアメリカでは珍しく、そのチェーンレスリングをバリバリやっていくっていうタイプのレスラーなんですよ。もちろん見た目もかっこいいし素早いし、そこに打撃や
投げ技なんかもこう加えていって、いわゆるハイブリッド、もう一段階上にこうチェーンレスリングを底上げしてる選手なんじゃないかなっていうのは僕は思います。すごい実力のある選手で、新日本プロレスにも何度か、出場していて、まあ何度かというか結構長い間いたりもしてるんで、まあ記憶に新しいのが串田選手とのタイムスプリッターズっていうタッグチームを結成していたっていうのを覚えてる方多分多いんじゃないかなと思います。僕すごいアレックス・チェリー選手のあのチェーンレスリング大好きなんですよ。っていうのも分かりやすくテクニック、分かりやすく技巧派でいて、なおかつスタイリッシュな、やっぱ多分そこに行くまでものすごい技術が必要だと思うし、あのチェーンレスリングってぶっちゃけそんな湧かないんですよ、お客さんって。でもやっぱり選手と選手のコミュニケーションというか、力比べ、知恵比べっていうのかな、なんかこう技比べ、お互いの手の内を探り合う動きとしては、チェーンレスリングほどお客さんに対して分かりやすいこの力比べ、プロレスとしての力比べをはないと思うんですよ。まあ素早いポン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 飛ぶとか、試合開始早々殴り合ったりとか、ガンガンぶつかり合う試合もいいんですけど、そういった手首の取り合いだったり、ヘッドロックや投げ方一つ、そういった動きもぜひ皆さん注目しながら、試合の序盤ですよ、試合の序盤でそういった動きをしている選手の細かい動きなんかも見ていただければ、よりプロレスの奥深さにハマっていってもらえるんじゃないかなと思います。まあチェーンレスリング上手い人の試合ってもうそれだけで10分20分できたりするんで、僕はね大好きなんですよね。もうカチカチカチとハマっていくあの感じね、それが素早ければ素早いほどいいっていうわけでもないんですよ。分かりやすく、なおかつ素早い、お前がこう来るなら俺はこうやって返すよっていう、それがチョップや張り手やエルボーじゃなくって、一つの関節の取り合いで行われるっていうところにプロレスのロマンがまた隠れてるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん、チェーンレスリングこれからプロレス見る方はぜひとも注目していってみてください。きっとあなたの金銭に触れる選手が出てくると思います。はい、というわけで今日は短いですけどチェーンレスリングについて語りました。それではまたお会いしましょう。サンキュー、バイバイ。この手がサンキューバイバイ、サンキューバイバイ、この手が安定しないな。